姉さん、あなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習。5歳児で。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで掲示板ってこれよね。え、これは見れるの？ゆゆこおばちゃん、高いとこにあるのに。しんちゃん、なんだなんだはい、何か持ってきてくれた？いや、まだ持ってきてないよ。え？これは店で使う食材などをメモしてる掲示板なの。書いてあるものを持ってきてくれたらお小遣いをあげるね。ではしんちゃんのさらなる活躍を期待します。しそ、それは山で積んでくるってこと？ヤマメを一匹。子供にそんなことさせるってどういうどういう。しそ2枚ってヤマメ一匹やって。ふぅ。お、手伝いしよりやん。ミサエ。どうやらミサエさんは何か不思議な現象に遭遇しているようですよ。なになに？不思議なのよね。食堂に来るお客さん、顔に見覚えのある人がいるのよね。思わず何度も顔を見ちゃった。え、風間くんとねねちゃん的な感じながらがいっぱいおるってこと？え、マジか。ちょっと食堂のお客さんもいっぱい見てみたいんやけど。てか、食堂から一歩出たらこんな感じ。すごいね。めっちゃ自然と近いやん。超虫とかいっぱい来そう。そして遠くから迫ってくるしんちゃん。なんかいいね。捕まえるぜ。え、これは捕まえ。よいしょ。イエーイ。イエーイ。いちいちそのポーズが面白い。他は？他は何も飛んでない？うん、とりあえずじゃあこれを。絵日記。みんなで朝の体操だ。冷たい空気が気持ちいい。そんなに変化球でもない気がするけど、まあ。お使いを頼まれた。時々掲示板を見てチェック。お、ひねま食堂。不思議な現象に遭遇中。顔に見覚えがあるらしい。誰がおるんか気になるよね。園長先生とかおる？見覚え誰だっけ？なんだなんだ。そして、あ、ここが新聞社？アゲハ町。都会から野山までどこにでもいる馴染み深い町。新聞を見る。あっそう、壁新聞。夏真っ盛り、観光シーズンの到来。これきっちり読めるようになったんかな？なんか、読めそうな感じで読めそうな、読めなさそうな。多分読めるんかな？わからん。にじんどる。なんかカッパ映っとったよ、カッパ。お、新聞社、ここや。あ、あれ多分あれよ。カズマくんとキネちゃんよ。とりあえず中に入りますか。誰？お姉さん。ういお、やってきた、やってきた。しんのすけ。呼び捨て。もうそんなに仲良くなったんすか？こんにちは、しんのすけ。やっと来たね。おう、ケチャップ？キャップだよ。違う、キャップ。そろそろ覚えてくれないかな。おじさんはここで新聞を作ってるんだ。あっちにいるのはお手伝いのよしこくん。おや、しんのすけはいいカメラを持ってるね。ほら、このカメラをもらったんだぞ。写真を撮ったらそれが絵になるカメラだぞ。おお、それはすごいね。まあ、でも子供からしたら面白いかもね。そうだ、しんのすけ。そのカメラを使って、この新聞社の子供記者をやってみないか？おお、めっちゃいいやん。シュポーイ、シュシュポポ、シュシュポポ。絶対楽しいやつ。それは記者、そういうことね。記者っていうのは新聞の記事を書く人のことだよ。では、しんのすけが担当する新聞を新しく作ろう。名付けて、あっそう壁新聞。え？さっきのもあっそう壁新聞じゃなかった？いい記事ができたらお小遣いをあげるよ。あ、ここでもお小遣い。壁新聞って何？小さな新聞のことだよ。お小遣いがあればオラにもチョコビが買える？今のところまだ駄菓子屋が見えてないよね。うん、お小遣いを貯めたら買えると思うよ。でも子供にね、10円20円とかそんな金額で新聞を作らせる大人。どうよ。壁新聞ってそういう意味なん？実際にそうなんかな？さてと。壁新聞って言葉初めて聞いたんやけど。これでおしまい。来週末こそは絶対にデートを申し込むんだぞ、よしこ。キャップに？じゃないよね。積極的。そこじゃないよね。俺なら今すぐでもオッケーだぞ。
あなた誰？ほら、野原しんのすけ5歳。お姉さん、元気よく自己紹介ができるね。納豆にネギ入れるタイプ？何この子。お姉さん、お名前は？黒髪よしこ。さっき聞いたやん。黒髪よしこ。珍しい名字だね。私は大学生なんだけど、この新聞社でバイトしているの。しんちゃん、よろしくね。配達とかじゃなくって掃除とかなんやね。というわけで、登場したアルバイト兼編集女子のよしこお姉さん。編集女子、なんかかっこいいね、肩書きが。彼女によれば、この地理品の新聞社が昔のにぎわいを取り戻すこと。お、もしあなたの力でこの新聞社を再び大きくすることができたら。そんなことを5歳児に言いますか。俺の力でできたら。言わんやろ。お姉さん、あなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習。5歳児で。というわけで、しんのすけの夏休みの目標は、目標ができたっぽい。よしこお姉さんとデートすることになりました。でもアルバイトのよしこお姉さんが、じゃあ頑張ってこの新聞社を立て直さんといかんわけやね。しんちゃんがなんだか不思議な感じです。じゃあしんちゃんが頑張って写真を撮ってこんといかんやん、記事にする。やっぱりキャップが好きなのでは。今新聞社の状況はこんな感じ。本日の新規契約者数プラス0人。あそこが増えていくってこと？売り込みせんといかんのかな。最悪。すごい真剣に考えてるね、会社のこと。助けてしんちゃん。現在の発行部数、目標数、500。500が目標で、現在は10。めっちゃ少ないやん。よくやっていけとるね。サブ画面を開いて目標を見てみよう。目標には新聞記事の元になる出来事がたくさん書かれている。頑張って目標を達成しよう。目標？目標ってどこで見るの？ここじゃないよね。あ、サブ画面。Y ボタンや。あ、Y ボタンからあの机の上が見えるやん。目標？これか。ここのがこれか？新聞記事にできるの。お使い、出前を3回伝える。え？この辺のがなるということ？出前の注文まで取ってくるの。マジで。絵日記を50回納品する。絵日記が記事になるの？あー、なんかわからないことだらけやね。どうもおじさん、頑張ってる。見て見て、なかなかの記事だ。素晴らしい。お、マジで？あの遺跡のは確かにいい感じじゃない？記事にできそうな気がするよ。新之助記者の記事による新規契約数は78人。マジで影響力すごすぎん。てか今まで大人何しよったんってぐらいすごすぎん。ちょっとお小遣い120円をもらった。ありがとうございます。絶対120円以上の働きしとると思う。締めになったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。しんのすけくんも我が新聞社の発展のため。なんで急激に声が出だしたんかわからんけど、ここから。頑張ってくれたまえ。頑張ります。これ。おお、圧倒壁新聞。古代のロマン、恐竜の骨が出土。やっぱここが一番よね。大発明、絵になるカメラ。ミサエさん語る同じ顔の客が何人も。おー、すごいね、すごいね。こんな感じなんや。なんかすごい、絶対面白いやん。現実にそういうのしてくれたらさ。麻生の山菜、シソ、家庭菜園で増えたものが至るところに生えている。民家や畑の近くでよく見かける。お、こういうとこにヒントが。麻生の山菜、小ごみ、何小ごみって。陰った草原、林道脇などに自生することが多い。空き家前の原っぱや研究所近辺でよく取れる。山菜ってことは食べれるってことなんかな。水菜。小川、湧き水などの浅い水辺に自生する。水源の森溜めや古い石橋付近でよく取れる。木いちご。明るい配信自生する子供たちの格好のおやつだ。駅前ステーション脇やダム近辺で取れる。山桃。海岸や低山の尾根など痩せた土地でも育つ。山頂ステーションへ向かう林道を探してみよう。一応、シソはその辺で取れるっぽいね。
印刷を置いたばかりの新聞紙が積んである。めちゃくちゃ擦られとるやん。ちゃんと履けるんかな、あれ。お、この辺、この、光ってるってことは、捕まえていないということか。アブかと思ったけど違うのか。ハチ？これは。似ているけども。お、子供新聞記者になったんだ。どんな記事を書こうかな。なんかすごいね。芸術的やね。子供新聞記者になったんだ。いつか社長になれるかな。うわ、乗っとる気や。お、そして美しいよしこお姉さん。新聞社を大きくしたらデートしてもらえるよ。西洋ミツバチ。日本では野生化しないからみんな養蜂家の蜂なんだ。マジで？その辺飛び寄ってよ、今。大変なことじゃねえか。ね、シソはどの辺に。赤くて綺麗なサルビアの花が咲いている。なんかいろんな知識も身につきそうやね。なんかこう自然に関する。みんなー、向こう側に行かんといかんのかな。おー、なんかすげえ女王坂やって。かっこいい名前が。この辺く、お、圧送渓谷橋。これはアゲハチョウか、普通に。分かれ道。あ、これ家の前のとこじゃない？こっちに行ったらどこに出る？で、カフェ&バー、ダンシングジロー。なんかここに似合わなさそうな感じの場所が。ね、誰もおらんくない？人。お、おや、これは一体何でしょう？何なんだ？あれ何やったっけ？カスタムロボやったっけ？キャラクターの名前。ね、お店の人おらんかったよ。霧島ストア。あ、ここで買い物するんかな？これ何？モンシロチョウ？モンキチョウ？なんかそんな感じじゃない？イエーイ！く、アゲハだったぜ。全然違ったぜ。どうもー。あー、超忙しい。お、無視された。山田モットって書いてったよ。お？ここにもなんか掲示、見えなかった。見えなかった。調べる。真っ赤なポストと赤牛の宣伝看板が置いてある。赤牛の宣伝看板ってなんだ？お、なんか怪しげな場所に。こういうところ絶対好きよね、子供。お、なんか今目の前を虫が飛んでいったけど。釣りしよう。魚釣りのご案内。極意その1。竿を投げたらしばらく待つ。極意その2。水面と音に注意して魚が食いついたら A ボタン。シビアかな、これ。シビアなゲームってめっちゃシビアじゃない？魚釣り。極意その3。新しい魚が欲しければ場所と時間を変えてみる。あ、やっぱそういうのも関係あるんや。極意その4。とにかくレッツトライ。最終的にはそうなるんやね。なんか結構大きめの、いや、魚影ではないのか。魚影は今現れたやつか。こいこい。どんな感じなんやろ？わかりやすいかな、引き上げるの。連打？一応連打してみたけど。あ、これも写真撮るんやね。なんか土壌っぽかったことない？ナマズ？ナマズや。扉のある河原。地震を予知するらしいけど当たるかどうか自信がない。誰の感想？当たるかどうか自信がない。しんちゃんの感想？ナマズの感想じゃないよね。ね、あの、モンシロチを捕まえたいんやけど、こっち側に来てくれんかな。お、引いてる引いてる、新しいっぽいぞ。何がいるんやった？よいしょ。やり卵。何それ、初めて聞いた。卵釣りといえばこれのこと。二枚貝の中で育つ。なんか綺麗やね、この魚。卵釣りといえばって言われても、卵釣りもよくわからんねんけど。なんか、バス釣りとか結構多くない？クラスの男子とかそんな感じやった気がするよ、小学生の時。もうすでに魚が。竿を変える。手竿からリール竿へ。こっ。変わった？変わったよね、多分。どう？変えてみたけど。こんくない？一つの場所につき2匹までとか決まっとる？そういうことではないんかな。
あ、すごい、橋の下。渡っていける。これ家のところやないもん。中庭、戻ってきたぞ。誰もいない。汚れたスニーカー。あ、なるほどね、そこ。あ、ここ何かと思っとった。私なんかプランターかなんかかと思いよった。違うんやね。手洗い場だった。あ、そして遠くから見えてた場所。待って、みんな。なんだ、どうやってそっちに行けばいいんだ、ここからか。何やってるの？もう古代の砦には行ってみた？何その当たり前みたいに。何やってんの？ねえ、あなたはどこから来たの？ほら、カスカベから来たぞ。距離近。近すぎ。ここで何してるの？私はここで旗織りをしたり、それを染めたりしてるのよ。ほうほう。あ、てかさ、なんとかストア。あ、こ普通に商品とか何も見えんかったけど。どうなんやろ。やっぱり、別であるんかな。その、何？駄菓子屋。というものが。あ、人が現れた。現れたよ、人。誰？え、二郎さん？ダンシング二郎って書いてるし。なんか怪しいお兄さんがいるぞ。ここにお客は来てるんですか？そう思いなく、しんのすけは思い切って自己紹介してみました。なんだ、一郎の家の隣に居候したのが。一郎がわからねえ。俺は二郎。誰だ一郎。ラーメン屋は無関係だな。おう、一郎の家の隣ってことは何？あの二人の子供がおる家のってこと？なんか扱いにくいか緊張だな。お互い様じゃね？よくわからん人やし、君も。まあ挨拶するだけマシだけどな。まあ確かに礼儀はなってるんじゃないだろうか。で、ここでは何ができるのよ。あれマジで調べるだけで何もできんのよね。お、なにこれ、牛がおるやん、牛。ほら、牛、牛。火の見やぐら。え。特に牛に、あ、え。この方向が一番近づけ。く、近づくことはできるけど、それ以上は何もできなかったわ。これは、モンシロなのでは。でも光ってないね。捕まえとったっけ？捕まえてたっぽい。捕まえていたっぽいわ。お、ここは何？忍法カレー。なんか個性的なとこ多いね。めっちゃ多いっすね。準備中ですか？今。ようこそ。うわ、個性的。こんなところの天使やけん、そりゃ個性的か。ようこそで終わりっすか。使い込まれた古いベンチ。どうやらここは人気のカレー屋さんらしい。ほう。人気かどうかはわからんくない？ベンチでわかる？ただ単に古いだけじゃなくて。あ、ここ遺跡のところ？え、ってことはこの近くがもう駅なんかな？遺跡発掘中につき、子供はここを通れません。と書いてある。しかしそんなのは、しんちゃんは読めないはず。あー、通れない。通れんかった。通っていけるかと思ったのに。工事中につき通行止め。はっ、こっちも通行止めか。なるほど。ああやってナレーションの人に注意されるわけっすね。で、その注意の声は聞こえとるってことやろ、しんちゃんに。こっちの方向は？お、あれは。ね、こっちへ。お、来たんじゃ。ね、来てって。ね、来てって。そこのトンボや。届かねえ。よいしょ。何？距離感がわからないんだけど。どこにいるの？こっちか。全然違う方向におった。これは何トンボ？え、工事中で通行止め。向こう側へはいけないようだ。あ、それも入るんやね。駅前通りの橋、ベニトンボ。体から羽まで、オスは全身が赤く、メスは黄色っぽい。
あれよ、あつ森とかでもさ、結構いっぱい虫とか魚とか出てきたけど、全然なんか見たことないようなのが、ね、いっぱい出てくるね。これテントウムシやろ。うふい。イエーイ。器用だな。七星テントウ、七つの星が綺麗です。肉食なのがびっくりだ。肉食なん、マジで、怖。そうやったんや。あ、ここやん、牛のとこ。牛がたくさんいて、もう大変。もしかしてあのスーパーで売られる熊本赤牛ってやつ、これ。どうやらここは通れません。違うんかな。さすがに食用の牛こんなところで育ててはないかな。なんかめっちゃ蝶増えたんやけど。一応通ったら消えてくのね。あ、ここあれやん。ほら、魚影があるよ。さあ、おいでおいで。こいこい。お、お、こいよ。はい、来たー。なになに、新しいっぽい。え、新しくないやん。え、なんで写真撮った？やりたなごじゃなかった？でもなんか写真撮ったよね。ってことは新しいの？え文章、牛がたくさん通れない。かわいい、なんか。信号とかあった？大渋滞の原因なんだ。赤信号ってこと？あ、そういうこと？写真ありませんやん。なぜ、今の写真は関係ないってことよね。牛のとこのことしか書いてなかったやん。謎。てか、どこで買い物をするんだ、一体。謎すぎる。待って、戻ってきてしまった。あのロープウェイのところは一体どうやって行くんやろ。ここの前に来たらめちゃくちゃ音楽流れるんよね。工房青空。てかさ、あれじゃない？植物とか全然生えてなく、いや、植物は生えとんやけど、不要の花が咲いている。かっこよく言うとハイビスカスだ。ここずっとハイビスカスあった？なんか今初めて見たような気がするんやけど。ん？なんか。うん。おら、腹が減ってもう歩けないぞ。びっくりした。急に何が起きたかと思った。そんな、そんなに？ふふい！あんな感じになるんすね。しんのすけ、どこ行ってたの？心配したわよ。あんな急激に倒れてしまうのね。でも一応回復するんや、普通に。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、なんか頼まれとったというか、納品せんというかもの全然なくない？時間帯的なものなんかな？